きくなりましたね、ルナちゃん。ルナちゃん、真っ白だ。はい、綺麗ですね。顔、うん、すごい綺麗、ここが。1500、あ、アイを出さない。アイを出さないで。1500? 1580。めっちゃ綺麗だね。だってこれ1週間でしょ。ですよね。美人さん。すごい。1580もある。食欲元気は旺盛と。健康チェックもありますか、ね。今日持ってきない。じゃあ教えてください。今1日何グラム食べてます。1日。合計で。55グラム。ドライブ。ご褒美もドライです。で結構。ご褒美も入れてね。ご褒美も入れてですで、はい、夜は。ほとんどふやかして水分を増やせたということも多い。でも硬いのも食べます？食べます。でちゃんとおいでやつで来たら手で食べます？あ、食べます。やるべきにもできます。今ありますよ、フードあります。押してください。ルナちゃん綺麗なんだね、美人さん。これを食べるかな、ちょっと問題もあるんだけど。ほら、ただまだ歯ブラシはちょっと嫌がります。嫌がります。それどころじゃないね、体温計が。こっちり入ってるもんね。はい、8.7 です。そうか、この子くしゃみはもうこの1週間ない。あります、たまに2日か3日ぐらいに1回するぐらい。まだまだあるんだよ、2、3日に行く。まあ、全然減っては来てるけど、もっとところですね。そうです。ルナちゃん、お家だとすぐ食べるんですよね。じゃあここだと警戒してるんだろうね。なかなかだけどさ、この子気の強そうな顔してるよね。そんな気がするんだけど、気のせい。そうでもない。そうなのかな。ここでは歯茎の色が、まあ、これが顔よね。この子のこれが健康な色ですからね、はい、だから歯磨きするときにさ、歯茎の色を見立ってくださいね、はい、今度は歯磨き2人がかりの方がいいですか。いや、1人1人の方がいい。本当は1人でも慣れない。要はね、無理やり押さえつけてはやらんでほしいんです。この辺も触らせてくれないんですよ。え、そうなの。あの歯磨きペーストは嫌いなの、うん、いや、食べます。それは好きなの、うん、食後は食べ、もう興味示さないんですけど、うん、あ、だからできるようになるまでは食前にやってくださいよ、歯磨き。食後になっちゃうとお腹いっぱいになっちゃうってるからさ、全然知らないみたいな、もういらんってなっちゃうでしょ。これまだいりますね、じゃあ点眼で、はい、頑張れ。違う、冷蔵庫に入れない方の点眼がもうないです。ないですか。ありがとう、ぷっちゃんだよね。で、ワクチンの証明書も持ってきました。はい、じゃあそれはちょっと見させてもらいます、ね、ちょっとその間に展示するからね。え、偉いね、リコさん。偉いね。これはまあ耳の病気の予防のためにね。耳、たまにちょっとこの辺に耳垢がついてるんですけど、どうすればいいですか。じゃあ今私が軽く拭いておきますから、この程度ね、拭くとしてもあんまりゴシゴシやるとそれで外耳炎になっちゃうから、優しいここ押し当てて取る感じ。1週間に1回ぐらい、うん、毎日はやらない、はい、毎日やるとそれでさ、きれいにしようと思うとそれで炎症が起きちゃうんです、うん、だからまあ湿ったのでもいいですよ、うん、ちょっとこれ少し水分ね、お水で濡らして軽く拭き取る。すごくきれいにするっていう感じじゃなくて、じゃない方がいい、うん、そこまでやるとそれで外耳炎が起きちゃうからさ、それ第2弾の目薬もするよ、はい、これがないんですよね。それがないです、うん、これじゃあまだやっておきましょう。もう完璧に1週間さ、くしゃみがなくなるまでちょっと続けたい。じゃあそれは出しますね。ちょっと変えておきますね。私すぐ忘れちゃうから、ね、うん、はい、で証明書これね、はい、3種混合のワクチン。お姉さんの触り方がすごい。3種混合のワクチンがいつって、本当は買いたい。4月28日に売ってる。これ1個だけ売ってるのは、これだけ、これしかもらってないです、紙を。ほんと、わかりました。はい、
じゃあ、3週間から1ヶ月後、だからもう1ヶ月に経ってるからさ、2回目打った方がいい。そうですよね。で、2回目、まあ3種で、3種混合だったらさ、身体検査して、お熱もなければ打てれます。で、実はね、ちょっとワクチンの説明をしたくします。元のワクチンでさ、まあ大きく言うと2種類あるんですよ。今の打ってもらってるんですね。これが、ちょっとさ、保湿とブラッシングして。はい。はい。で、ちょっとシュッシュする。ウイルス性鼻気管、風邪。この子それがあるかもしれないよ。だからシュッてやるんですよね。あ、そうなんだ。ネコカリスウイルス感染症。これもまあくしゃみ、クシュッとする。これね。それから、だけどワクチンが打ってあるとひどくならずに済むということがある。もう一個は猫半白血球減少症、猫パルボともいいんだけど、猫の白血球が少なくなっていっちゃう、で吐く下痢が激しい、これ死んじゃう、これかかると、まあ、治療が早ければ助かる子も中にはいるけど、一生懸命治療しても治る確率が少ない、その3種が入っています。で、まあこの上の2つはさ、猫の風邪ですわ、いわゆる、うん、ちょこちょこあります。特に野良猫ちゃんでさ、こんなちっこい子猫がさ、この季節そこら辺で拾われてくる子いるんですけど、冬場に発情する子が多いからね、その2ヶ月で生まれちゃうから、そういう子たちにくちゃくちゃな顔してさ、いる子はこういうのが多分なってるんで、それがさ、これかもしれない。そう、この子、これがウイルス性鼻気管がある可能性があるから。それからあとは五種混合は猫の白血病、まあリンパ腫っていうがんと関連してると言われてるんですけど、これそれとあとは猫クラミジア感染症、これもまあちょっと目がぐちゅぐちゅしてくる病気なんですけど、ただね、この5種打とうと思うと白血病の抗体検査をしてね、抗体がない子じゃないと打てれない。あ、そうなの。そうそう、だから身体検査して打てるのは3種は打てれます。でもこの子ってそういう検査はしてないからさ、まあもしこれまで打ちたいんだったら、いいか検査した方がいいですよね。でも、気持ちいいね。これ検査しなかったら、今日はこれは打てる。これは打てる。これは打てる。3種混合は打てる。だから別に絶対5種打てってわけじゃない。だから3種。どっちの方がいいですか？ 5 種の方がいい。まあ、それは5の方がさ、あれどっちがいいって言われれば 5の方がいいんですけど。5種だったら今日検査して、って感じになるんですか？そうね、まあ一回ね、この子さ、純血種だから、なんじゃないですか。純血ってさ、もともと持ってる病気がある子が多いんですよね。だから、前ちょっと概算出してないかな、検査の。血液とか、レントゲンとか、心電図とか、おしっことかを一回調べた方がいいと思います。ああ、そうなん。そう。それは別に、今すぐやれじゃないけど、でも近いうちにやっといた方がいいかなと思いますね、一回ね。まあ、とりあえず3種打っておきましょう。もう日にち来てるからね。だって検査したってさ、検査すぐ結果は出せれないからさ、ね、朝血液取ったら夜には結果出せるけど、今日仮にこれやったとしたら、この5種は次いつ打てるんですか？いつでも打てる。あ、すぐ打てます、うん、まあ、すぐはさすがにちょっとあれだけど、1週間以上間を置いてて検査結果が出ててマイナスだったらもういつでも打てますから。分かりました、ね、だからこれを打とうと思ってやっぱ検査してからじゃないと打てれないということね、うん、だからで、どうせ検査するんだったらさ、一通り見た方がいいんじゃない？費用がかかっちゃうことなんで、ね。概算って出てない？検査の概算って。出てないです。本当、じゃあ今日概算も出します。中田さん。検便管だ。検便？はい、じゃあそれとは次の展開やるね。これがまだいるからさ。リコだねー。頑張れ、頑張れ。こっちじゃない。インターフェロンとかね。はい、インターフェロン。はい、行くよ。はい、頑張れ。リコだねー。お花が嫌なんで。お花が嫌なの？まあ、みんな嫌な子が多いよね、お花は。えらーい。もしそれからちょっとデンタルケアがどこまでいくか見てみようか。ちっこい歯ブラシがないんだよ。ああ、厳しかった。頑張れ。ラグちゃんじゃなくてルナちゃんか。ルナちゃん、はい、あれ。すごいじゃん、ご飯食べないのにこれは食べるんだ。こっちは食べないのね。そっちあげてみて、はい、あ、慣れてきた。食べるな。こっちの手からも食べて。こっちの手からも。先生は嫌なの？嫌なの？
しかとしないの。ほらこれ食べてよ。鼻に入れるもんね。鼻に入れだから。鼻に入れる。これは舐めてるじゃん。でこうやって舐めさしといて、前歯、奥歯の手前の奥歯、それからまあ奥歯の奥歯。オリコルナちゃん。こんな感じで撫でるようにね。でできればさ、まあさ、もしそれが持っててもいいんだけど、あの一人でやった方がいい。一人でできるようになってほしい。なんでさ、津山さん。院長の美味しいです。はい、どうぞ。あ、明らかに。あれ？わかりやすいことだ。これは食べるの？それは欲しいよね。これは食べる？はい、だからこれは舐めながら。すごかったです。すごいよこの子。最近。だ何秒できるの？何秒もできないの？できないです。ここもまず触らせてくれない。だこれなん全然軽く持ってるだけだよ。軽く。やってみてください。軽く両肩持っててあげて。はい、出た。使い方逆じゃない？こうってこと？そう。おにこやにねめちゃん。できるかもしれないです。うん、できるかもしれない。できないじゃん。もう一回つけて、ちょっとやって。ちょっとやってあげて。ちょっと FT 出た？おにこやにねめちゃん。ちゃんとお願いします。そうやってさ、予防注射よりも大事ですからね。うん、アオリコルナちゃん、佐野君ですね。うんうんうん、優しく できました。で、まあ、嫌がらないぐらい、嫌がっちゃうとやっぱ嫌いになっちゃうんで、最初ちょっとずつ2秒とか。すごいじゃん、ルナちゃん。あげてみます。あ、俺やる。ちょっとつけて、はい、じゃあ、左。おいしいね。すごいじゃん、ルナちゃん。もうほんと最初はそれぐらいずつから。すごいね、ルナちゃん。もうちょっと慣れてきたらしっかり。そうですね。ちょっとずつ、本当に少しずつ時間伸ばして、最初2秒やったら5秒、5秒やったら10秒、10秒やったら20秒って。まだそんな歯生えてないんですよ。生えてない。ルナちゃん。あんな可愛い歯がちっちゃい歯がでも生えてはいますね、乳歯が。ほんで3週間飲んだんですね。飲みました。どうなんですかね。あ、よかったです。よかったね。電柱の薬はさ、ちょっと一回飛んで、あれかかるんだろうって。下にすいません、落ちてました。あと薬でも2食分残ってる。もう2食分残ってる。で、うんちはもうずっとあんな感じのいいうんちが出てるわけ。ずっとあんな感じです。はい、わかりました。すごい、うん、でもまだくしゃみしてるんだったらさ、そっか、まだくしゃみしてるんだったら、じゃあ薬やっぱ出すわ。飲み薬とこれとで、こっちがなくなってるんだよね。それがないです、はい、じゃあこちらを出しますからね。で、飲み薬で、あとはあれだ、あの吸入しましょう。はい、はい。食べてよ。食べてよ。あ、クンクンしてる。何個ぐらいかな。はい、食べた。入れる。はい、はい、どうぞ。本当に食べるね。生体で嫌われるのではですね。じゃあこちらで、ね、あの高島くん104にペットシート引いて、で吸入します。はい、じゃあ吸入しますね。10分。はい、預かりいたしますね。あ、そうか、ワクチン打つんだった。ワクチン打ってから。そうだ、ワクチン打っていいんですよね。打ってください。じゃあワクチン、ごめんなさい、吸入の準備してね。液あるかな。あ、液多分朝入れてあったんで入ってる。でね、予防注射も大事なんだけど、やっぱり予防注射よりもデンタルケアの方がいい。予防注射の領域ってよっぽど運が悪くない限りそうはかからない、うん、まあでもちょっとこの子の場合運勢引き換えのかな、なんかちょっとクシクシやってるなってかかっちゃってるはいるんだけど、でもデンタルケアを怠ると3歳過ぎると何もデンタルケアしないから臭くなってくる。よ
ちょっと匂ってくる頃も歯周病が始まって、うん、そんで7歳過ぎてくるとさ、もう結構ひどいことになってくる。虫歯とかも結構できますよね。そう、虫歯、そうね、で歯肉炎、歯周炎になってっちゃう。そう、7歳過ぎてくると猫ちゃんってね、いろんな病気が出てくるんですよ、うん、まあ、7歳、10歳過ぎてくると、例えば慢性腎臓病とかね、甲状腺機能亢進症とか、心臓病とか、肝臓病とか、でそういう子がですね、血が臭い子と臭くない子では全然進行が違う。やっぱお口が臭い子はさ、歯茎からバイ菌がね、あの体の中に行っちゃうから、体の弱いところにそういうバイ菌が増えて余計病状を悪化させる。だからお口が臭くない子にしてた方が楽になる。よし、頑張ろう。はい、じゃあこっち、どこでもいいんだけど、この辺どうか。はい、頑張りなっちゃう。偉い。はい、痛かった。痛いね、ちょっと。はい、リカちゃん。はい、もう一回。はい、忘れよ。忘れよ。はい、どうぞ。忘れたね。今日はもういっぱい。本当に食べるのにね、なんで？見事にはここからは食べない。すげえね、この子。頭いいね。よし、じゃあ吸入できた。じゃあ今打ったのがこの三種混合ね。で、まあ、あの一応これの打ち方は最初は2回打ち。だから、いつ打ったんだっけ、4月28日に打ったでしょ。で、大体まあ1ヶ月ぐらいの間を置いてまた打つと。今日5月31日。あとは1年に1回。と打っていくと、例えばワクチンを例えば打つじゃないですか、でも切れてくるんですね。それが最初は1ヶ月ぐらいなで、またこうやって打っていくと、今度下がってくるのが、これが今度1年になる。だから1年ごとに打っていくと、だけども、もしここでさ、3から5に切り替えるんだったら、やっぱその時点で、例えば、まあ、ここで棒を打ったとするやつ、打つと上がってきますよね。でもやっぱ最初はね、3週間で切れちゃうから、3週間から1ヶ月で切れちゃうか、最初は3週間から1ヶ月ぐらい、3週から1ヶ月ぐらいで、ここでまた打てばこう上がってくるから、それからあとは1年に1回、そういう打ち方になりますね。で、違いはそう、この、まあ、クラミジアはまだしも、この猫が白血病が入ってると歯は確かに、じゃあ入ってないのとどっちがいいですかって言われれば、私の立場からはこっち入ってた方がいいよ、いいかなと思いますけどね。ただし、まあ、最低白血病、猫エイズがないかどうかを確認します。で、できれば一回全身見た方がいいと思いますんで、検査の概算、ちょっと費用かかることはね、はい、出しておきますね。それからあと、飲み薬は、あのメトロニダゾールでさ、サルファ剤で抗菌薬でもあるんで、クシクシにも効くと思うから、あんまりいろんな抗菌薬も使いたくないから、これで収まってるから、これをもうちょっと続けてきますんでね。で、体重が1000持ってください、うん、若干増えます。この薬結構苦いけど、あの飲んでるわけ、ちゃんと全然食べても平気ですよ。すごいね、嫌いな子はなかなか食べないんだけどね。それしか出てないから、それ来てからそれしか知らないから。だからかな。2/4で、パンビューグルタウは一緒、アガジウも一緒、モサプリドンを 1.5×7 は、モサプリドはさ、2/2にしてください。はい、12.5 割るから 1.78。 セアンさん、薬の内容は一緒けど、体重がちょっとだけ増えてるから、ちょっとだけ増えますけどね、はい、見た目ではそう変わらんと思うけど、はい、じゃあこちらを一応見ておいてくださいね、はい、うん、じゃあ、吸入してその間に薬作りますね。だけどちょっとくどいけどさ、デンタルケアをなんとか30秒以上できるようにね、やってくださいね。それも押さえつけたじゃなくて、軽く持ったね、軽く持ってできるよ。まずは30秒できないと、その先は進めないからさ。その先の話しましたっけ、30秒できるようになったら、人間用の歯ブラシを買ってきてほしいんですよ。
あの子2層になってるやつですよね。そうそうそう、2層になってるやつを。はい、お客様、どうぞ。あ、そういうとこへね。そう、これちょっと使ってるから、2層になってるやつを刃に対して45度の角度でこうやってやってあげると、ブラシの長いやつが刺繍ポケットに入って悪玉菌を終わらせてるから、だから刃の表面ができたらこの刺繍ポケットね、刃の外側で、それができるようになったらこの刃の裏側の表面と刃の裏側の刺繍ポケット、だからそこまでやろうと思うとさ、やっぱり 2、3 分かかると思うんですよね。だけどまず最初はさ、そんなそこまでやらなくていいから、刃の外側だけ軽くなでるように、それができんかったらその先なんて絶対無理だからさ、でそうやってそう2分前後できるようになっておくと、あの刺繍病にならないと思いますので、な絶対ならんとはもちろん言い切れないけども、なる確率はめちゃくちゃ低いと思いますからね、そう。10年前はそんなに私歯磨きのことさ進めてなかったんだけど、5年ぐらい前からかな、やっぱ進めるようになって、やっぱりやってることやってないこと全然違うから、でこういう時から始めないと、ちっちゃい頃から、そうですよね、もう大人のサイズになってから始めようと思ったらさ10倍大変。今だったら分かってないからさ、こんな苦い薬も飲んでるじゃないですか。これはっきりでめちゃくちゃ苦いんです、この薬。一応ブドウ糖入れてごまかしてるけど、だから飲まん子は飲まないです、これ。なかなかちょっと大変なんですよね。だけどまあそんなもんだなと思って飲んでくれてるね、それは助かるんですけどもね。そういうことで、じゃあデンタルケアがせめて今度までにできれば 2,30 秒できるようになっといてくれると嬉しいですね。はい、はい、じゃあ待ち合いでちょっとお待ちください。吸入してその間に薬作りますね。次は薬がなくなったらまた、はい、元気だったら1週間後にまた。わかりました。だからあのくしゃみのことをまた聞くと思うから 気にしとってくださいね。はい、わかりました。だからできれば1週間ない状態になって薬やめたい。ほぼ一切してないという状態。そう、ほぼしてないという状態。まあ、完全、要は中途半端でやめちゃうと慢性鼻炎で残っちゃうんですよ、これって結構。だからもう1週間完璧にないと、まあ、24時間見てるわけじゃないけど、見てる範囲でね、うん、完璧ないって状態までは点眼点鼻もやってほしいし、だからの1種類ね、それとお薬うちからも直したいなと思いますので、ね、わかりました、お願いします。はい、すいません、はい、お願いします。はい、消毒お願いしてもいいですか。はい、消毒してブラシを処理してください。ここも消毒して、椅子も消毒してください。はい、